札幌市交通局9000系電車は札幌市交通局が保有し札幌市営地下鉄東方線で使用されている通勤系電車である東方線開業当初から営業運転されている7000系の老朽化に伴い車両更新と将来の可動式ホーム作設置やワンマン運転を見据えて落成した札幌市営地下鉄では1998年にデビューした 東西線8000系以来17年ぶりの新形式車両である。また、東方線の新型車両は1994年8月の7000系第18から20編成以来となる。2014年12月に第1編成が川崎重工業で製造され、2015年5月8日に営業運転を開始した。札幌市における少子高齢化社会の到来や環境。 省エネルギー問題などの社会情勢の変化を踏まえ、これまでの車両をベースにした、人と環境に優しい地下鉄が統計式のコンセプトで、ある。車番の100位は7000型を踏襲した。南北線、東西線での可動式ホーム作設置、ワンマン運転開始が完了し、唯一残った、東方線への可動式ホーム作設置を見据えた車両の更新のため、 2014年から2016年にかけて、川崎重工業において、新形式車両として、当該車両を4両編成20本、計80両申請、導入する計画で、2014年10月31日、札幌市交通局のホームページにおいて、急戦系の外観が公開された。第一編成の東車両基地への搬入は2014年12月15日に行われ、 以降は、試運転を経て2015年4月28日に、運行開始される予定であったが延期され、同年5月8日に決定、栄町駅から運行を開始した。その後、7000型を随時置き換えし、2016年9月6日を、もって、全編成の導入が完了した。外観のコンセプトを、爽やかで、シンプルなデザインとし、親しみが持てる外観とし、 そのコンセプトに基づいたデザイン案について札幌市立大学デザイン学部の学生と交通局の若手職員とで意見交換会が行われて印象の評価や改良点の意見を出し合った結果利用者に親近感を持ってもらえるよう二郎基調としたシンプルな形状とされた客室内は快適さとぬくもりをイメージした室内とし優しさのあるデザインをコンセプトに 心落ち着く快適な空間となるデザインを目指して設計された。モニター等の制御情報より確認した ATOATC 制御について記述する。ありがとうございます。